ライトアセンション、設計デクランション、キーバーナルイクイノックス、春分点設計は、天体の位置を表す値。RA、α と略して表記される。通常、石油と合わせて使われる。まず、天の北極、天の南極、天の赤道を決める。構成の設計、石油は変わらないが、太陽や他の惑星などは、天球上で位置を変えるので、 赤位の値も変わる。太陽は地球の北半球では夏の間は天の赤道よりも北に位置し、赤位はプラスの値になる。冬の間太陽は天の赤道よりも南に位置し、赤位は大の値となる。そしてちょうど春分の日と秋分の日に太陽の赤位は0になる。春分の日、ちょうど太陽の石碑は0になった瞬間の天球場での太陽の位置を 設計例と定める。この地点はちょうど天の赤道上にある。天の赤道を24分割し、春分点を0時、以後、東回りに1時、2時と数えていく。多言語に合わせるため、通常は0時、1h、2h と書く。一周するとちょうど24時になる。設計1時イコール15度になる。さらにこの1時を60分割したものを一部、一部を、 60分割したものを1秒と書く。この1分1秒は通常の角度の1分1秒と全く同じ綴りで書かれながら全く異なる角度であることに注意する必要がある。設計1分イコール角度15分になる。この書き方では、例えば設計 23h58m20s というような書き方になる。日本語で分。 秒と書くと、と誤るので、通常は MS で書く。この設計と席位を組み合わせれば、天球上でのどの位置も表すことができる。ただし、基準となる春分の日の太陽の位置は、少しずつずれる。これは、地球の再作運動によるものである。したがって、数十年前、数百年前の観測結果と比較する場合は、補正が必要なことがある。これによる変化は、 一年で角度で約50秒。なお、天の北極、天の南極の位置も同時に同じ角度だけ変化し続けている。設計は考え方は軽度に似ているが、表し方が全く違うことに注意する必要がある。また、時間や異なる同じ名前の角度の単位と混同しないよう、さらに注意する必要がある。表し方や単位名が、 時間や角度と同じで、異なるものを表すという現象は、日本語以外の言語でも生じる。従来は、設計の基準は前述の通り春分点、すなわち、点の赤道と王道が交わる点を、設計01及び、後継0度と定めていたが、これは、赤道座標形は王道を定めなければ、自分自身では、基準が定められないことを意味する。 この問題に対し、国際天文学連合は、IAU2006 歳左小道理論により、アイクアーズを導入して王道がなくとも、設計を定められるようにした。アイクアーズは、遥か遠方の電波天体によって定められる。この定義の変更は2009年1月1日より適用され、新理論による各天体の思行系は、旧理論より常に50ミリ秒角大きい。 ありがとうございます。